ステファノ・ピオリは、イタリア・パルマ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代は、DF として、ユベントス FC、アッコフ・フィオレンティーナなどで活躍。現役引退後は指導者に転身し、ボローニャ FC、AC ・キエーボ・ベローナのプリマベーラの監督を経て、サレルニターナ・カルチョ1919 19で、トップチームの監督デビュー。セリエ B で研鑽を積み、15位。 7位、5位と着実に、ステップアップし、2006から07シーズンより、パルマ FC 監督に就任。しかし、結果を出せずに2007年2月12日の AS、ローマ戦を最後に解任された。その後は、セリエ B で研鑽を積み直し、2010年6月10日、キエボの監督に就任。チームを残留に導き、シーズン終了後に退団。その後は、 A.S. ローマなどの監督候補にも挙げられていたが、2011年6月21日に、U.S. チュッタディッパレルモの監督に2年契約で就任。しかしヨーロッパリーグの予選3回戦での敗退を、皮切りに、プレシーズンの親善試合で、フェネルバフチェ SK や SSC ナポリにも敗れ結果を出せず、気が短いことで知られるマウリツィオ・ザンパリーに会長の、激凛に触れて、 シーズン開幕前の8月31日に、解任された。パレルモの監督より解任されて1ヶ月後の2011年10月4日、ピエル・パオロ・ビーズ・オリの後を受けて、ボローニャ FC の監督に2年契約で就任。マルコ・ディバイオーイトップ、アレッサンドロ・ディアマンテイ、ガストン・ラミレスを2シャドウとして起用し、計25得点を量産。毎年残留争いに巻き込まれていたボローニャを9位に、 躍進させた。主力の放出を受けながらも、翌2012から13シーズンを13位で終えたが、2013から14シーズンには再び残留争いに巻き込まれ、2014年に1月6日に行われたカターニア戦の敗北を受け、解任された。2014年6月13日、SS ラツヨの監督に就任。2014から15シーズンには3位でシーズンを終え、 クラブを6期ぶりとなる UEFA チャンピオンズリーグ出場圏内に導いたが、翌シーズンのプレーオフで、バイエル・レバー空前に合計1の3で敗れ、出場圏獲得を逃した。2016年11月8日、インテルナツヨナーレ・ミラノの監督に就任。11月21日に行われたエシー・ミランとのミラノダービーで偉人を飾った。のフランク・デブル時代には、 リーグ戦で13位まで低迷していたチームを一時は4位まで押し上げ、リーグ戦7連勝を記録したものの、シーズン終盤戦には7試合未勝利の不調に陥り、2017年5月9日に解任された。2017年6月6日、アッコフフィオレンティーナの監督に就任した。2019年4月9日、フィオレンティーナの監督を辞任した。2019年10月9日、 A.C. ミランの監督に就任した。2019から2020年シーズンは、前半のシーズンはあまり結果として良くなく、一時期は解任と言われていたが、後半シーズンになると負けなしで6位という結果で L 出場権を獲得し、シーズンを終了した。そして、2020から2021年シーズンは、昨シーズンを含めリーグ戦27試合無敗を続け、 クラブ創立後史上初の出来事だった。しかし、首位で2021年を迎えたミランだが、2021年1月6日ユベントス戦で敗れた。ミランが敗れるのは、2020年3月6日、ジェノア戦以来304日振りであった。その後は、チャンピオンズリーグ出場権を争い、最終的には2位でシーズンを終了。 2013から2014シーズン以来、8期ぶりにチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。ありがとうございます。